ハインリヒ二世は新生ローマ帝国の皇帝、並びに東フランク王及びイタリア王。ザクセンアサ、第四代の皇帝にして第五代の王。皇帝としては、ハインリヒ一世だが曽祖,祖父である、ザクセンアサの初代国王ハインリヒ一世保長王から数えて二世とするのが一般的である。父は、初代皇帝夫を一世大帝の老いである。 バイエルン公ハインリヒ2世。母は、ブルグン島王、コンラートの娘ギーゼラ。父の後を継いだ、バイエルン公としてはハインリヒ4世。皇后は、ルクセンブルクハクジークフリート1世の娘聖英、国軍で。1146年に、カトリック教会の聖人とされた。記念日は7月13日である。1002年、またいとこで全王の夫3世は21歳で。 救世した。生涯独身であった、オットー3世に、直系の後継者は煽らず、各地の実力者が次の王座を狙った。こうした中、1002年6月7日に、マインツにおいて、マインツ大主教、ビリギスの主導により、ハインリヒ1世の彦にあたり、オットー2世と争ったバイエルンコハインリヒ2世の、息子ハインリヒ4世が、国王に選出された。王として、 ハインリヒ2世。ザクセン公ロートリンゲン公などの諸公は、ハインリヒ2世の王位を承認していなかったが、ハインリヒは、諸公領を巡回し、改めて各地で王としての承認を得た。1014年に、ローマへ赴き、2月14日に、ローマ教皇ベネディクトゥス8世の手で退官された。ブルグント・オールドルフ3世には、後継者がなく、 1006年ルドルフ3世は老いにあたるハインリヒ2世を継承者に定めた。実際にはハインリヒ2世はルドルフ3世に先立って死去したためブルグンと王位を継承することはなかったが、このことは後にコンラート2世によるブルグンと王国併合の道筋となった。ハインリヒ2世は従来のザクセンワサの諸皇帝のようにローマを中心とした古代ローマ帝国の復興を 夢見たわけではなかった。だが、カール大帝以来の普遍的なキリスト教帝国を念頭として、神権的な帝国統治の強化が図られた。帝権強化を推進する過程で、ザクセンロート人間など帝権を脅かす諸行の弱体化が図られ、諸行の権力を支えた、荘園、私有修道院などが、皇帝の影響下にあった、司教座教会へと移譲された。 作戦朝当初より帝国統治と教会組織の関連は指摘され、これを帝国教会体制などと称するが、彼の時代に教会組織と帝国は一層結びつき、皇帝による教会人事の介入も顕著になった。ハインリヒ2世は非常に敬虔な人物であり、当時堕落が進んだ教会の現状を強く憂慮していた。教会人事への介入も、 政治権力の介入という点で世俗化と表現できても、総じて聖職者として、高潔、嘘くな人物が推挙されていた。そういった観点からすれば、10世紀前半のフランスに、成立したクリュニー修道院などで高まっていた、教会の粛清運動の延長上にあった。しかし、より帝国と、教会組織が結びつきを深めたことで、 教会組織が完全に皇帝に掌握されるという懸念も聖職者の間で起こっていく。ここに後に顕在化する女人権闘争の方が,が見られると言えよう。晩年に皇帝とポーランドの間に歴史上初めての全面戦争が起こった。皇帝側が敗北し、1018年のバウゼンの講和によりマイセンなどは暗殺された。 エッケハルト一世の後ろ盾だったポーランド王国の支配下に入った。1024年、グローネで51歳で死去し、バンベルクの聖堂に埋葬された。病弱で、国軍でとの間にこわおらず、これをもって、ザクセン朝は断絶することとなる。ありがとうございます。